湯前線は、熊本県人吉市の人吉温泉駅から、熊本県球磨郡湯前町の湯前駅に至る、球磨川鉄道の鉄道路線である。旧国鉄特定地方交通線であった、九州旅客鉄道湯前線を転換して開業した路線。人吉盆地の東西を結んでいる。沿線に複数の高等学校があり、高校生の通学利用が8割と大半を占める。輸送人員は減少傾向にあるが、沿線の県立多良木高等学校が統廃合のため2017年度をもって募集を停止したことにより、近隣から高等学校が消滅した多良木町、湯前町から人吉温泉駅方面への利用が増え、定期利用者に限っては2015年の約51万9000人から2017年には約60万2000人に増加している。湯前線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。転換前は八代駅までの肥薩線直通運転があり、さらに1993年頃まで急行、球磨川上り一本が湯前線内を普通列車として運転されていたが、以後はすべて線内折り返し運転であり、1から2時間に1本程度の運行になっている。日中は並行する三高バスの方が本数が多い。また、転換後から22時台に上り最終列車として、途中多良木駅、免田駅、相良藩願成寺駅の3駅のみに停車する快速が運転されていたが、2009年3月14日のダイヤ改正で各駅停車になった。1両編成の列車はワンマン運転を実施し、2両編成以上の列車には車掌が乗務する。2009年4月から2016年6月まで一部の列車に観光車用、KUMA1、KUMA2が使用されていた。2014年3月15日からは昼間に KT-500 形車両、田園シンフォニーによる観光列車が運転されていた。2017年3月改正時点では、土休日に下り、人吉温泉発湯前行きのみの運転となっている。2019年から列車名が観光列車ハピネストレインとなった。観光列車は他の列車よりも速度を落として運転する。当初、観光列車は相良藩願成寺駅、肥後西村駅、東免田駅、公立病院前駅、新鶴駅を通過していたが、2015年3月14日のダイヤ改正時点では全駅に停車するようになっている。全車座席指定で2019年10月1日時点の発売額は、運賃、座席指定料金は、ピ、トレセットのセットで、片道1500円、往復2000円である。往復の場合は1日乗車券がセットされるので他の列車も終日利用できた。2020年3月8日をもって観光列車の定期運転が終了。以後は貸し切りや団体のみでの運転となる。改正鉄道敷設法によって湯前駅から妻線の杉安駅まで延伸が計画されていたが建設されぬまま、宮崎県側の佐土原杉安間の妻線は1984年に廃止された。湯前駅から西米良村の村所を経て、杉安駅、西都バスセンター間を結んでいた JR 九州バスの彦江線も1996年に湯前駅村所が西米良村営バス、1998年に村所、西都バスセンター間が宮崎交通バスに移管された。以下の施設が国の登録有形文化財に登録されている。湯前線に関するカテゴリー。ありがとうございます。